になって初めての夏休み。私は毎日目いっぱい愛梨と遊んでる。スマホを見ればいつもクラスのグループチャットが夜中まで盛り上がってて、ずっと賑やか。ワタルも話に混ざったり、他の子にツッコミを入れる様子がおかしくて、つい笑っちゃう。でも夏休みっぽいことってしてないかも。Kは部活で忙しいらしいし、私は文化祭実行委員で週2回学校に行くから、その時に会えたりなんてって思ってたけど、そこにあの二人の姿はなくて少し寂しい。次回夢見る男子は現実主義者第7話。女子大生ってマジすげー。